皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこです。新年、明けまして、おめでとうございます。と言っても、実は、このエピソードは、2020年の12月27日に録音しています。もう一度、明けまして、おめでとう。2021年、やってきました。新しい年、夢や希望で溢れていますか また一年、年を取る。年を取るのが怖い。とか、コロナでまだまだ旅行に行けないし、毎日同じでつまらない。とか、やる気がない。とか、そんなネガティブな気持ちの人がいますかダメですよ。新年ぐらい明るく楽しく、ポジティブに行きましょう。ということで、今年も私のポッドキャスト、Learn Japanese with n o r i o と、YouTube、よろしくお願いします。一緒に楽しく日本語を勉強していきましょうね。私は今年も皆さんを応援します。はい。皆さんは、新年の抱負がありますか新年の抱負。今年頑張りたいこと、したいこと、目標や夢、to do ゥ,ードゥーリストなど。私は、ここ2、3年は、新年の抱負を考える、設定することをやめています。 理由は、決めたことをどうせ長く続けることができないからです。特に、痩せたい、ダイエットしたい、もっと運動するぞ、みたいな抱負は、今まで本当に続きませんでした。だから、私の一年の計画の作り方は、一年のテーマを決めます。 キーワードを設定するんですね。例えば去年の2020年は私のテーマ、キーワードは挑戦でした。新しいことに挑戦する。そして実際に去年はたくさん新しいプロジェクトを始めました。今年の私のテーマはですね、継続、続けるです。これはですね、去年始めたたくさんのプロジェクトを今年も継続する。 コツコツ続けて前進していくという意味があります。続けるって本当に難しい。だからこそ私の今年のテーマは継続です。ポッドキャスト、YouTube、日本語の先生としての仕事、韓国語の勉強など今年も続けます。そして私はこのように大きな1年のテーマを決めたら、あとは1年間を4つに分けてクォーターごとのトゥードゥーリストを書いています。 私はノーションを使っているのでノーションのページにクォーターごとのやりたいこと、やらなければいけないことなどをリストにしています。そのリストは仕事のことだったり、ポッドキャストのことだったり、韓国語の勉強のことだったり、もちろん個人的なプライベートなこともあります。それをクォーターごとにやっていき見直していくんですね。皆さんはどのように1年のプランを立てますか 無理なく現実的に、でもなるべく細かい時間設定で目標を決めるのがいいかもしれないですね。無理なくって大切ですよ。今やる気が高くて今年たくさん日本語を勉強しようと思っている人も無茶苦茶な計画を立てていませんか現実的かつ自分が楽しめるかどうかということでもう一度その計画を見直してみてください。 さてさて、私の冬休み、もうすぐ終わります。早かった。でも、たくさんゆっくりして休むことができました。年末は大掃除をしました。そして、髪の毛を切りました。これはですね、なんとびっくりしますよ。私の旦那さんに頼んで切ってもらったんですね。ベルファストはまだロックダウンが続いていますから、美容院が閉まっています。 長くなった髪をどうしようかと思ってたんですけれども、Amazon で髪を切るためのハサミを買いました。それで旦那さんに切ってもらいました。かなりのショートカットになってしまいました。プロの美容師さんが切ってくれたような感じではありませんが、まあ、いいかって感じです。短くなってさっぱりしました。そしてたくさん料理しました。 まず、スイスの生徒さんから送ってもらったチーズフォンデュセットでチーズフォンデュを作って食べました。美味しかった。そして、ティラミスを初めて作りました。楽しかった。そして、美味しかった。あと、以前のエピソードで話したラー油そばも作りましたよ。もう3回作りました。結構ハマっています。なかなかうまいラー油そば。あ あと、ネットフリックスでス e ートホームという韓国のドラマを見ました。モンスターが出てきて人間を殺していくというちょっと恐ろしいサバイバルゲーム的な話です。このドラマ、なかなか面白かったんですよね。それぞれ出てくるキャラクター設定がすごくっておすすめです。 ということで、とても有意義な時間を過ごせたクリスマスのお休みでした。良い年末を過ごすことができたので、私は今はやる気でいっぱいです。フルチャージ。モチベーションアップ。今年も頑張るぞーって感じです。さっきも言いましたが、私の今年のテーマは継続。継続し続けるです。 でも、もちろん何か新しいことも始めてみようと思ってるんですね。そのうちの一つがグループレッスンです。日本語でグループレッスン。少人数3人から5人ぐらいのグループレッスンを始めてみたいと思っていて、今準備をしているところです。これを聞いている皆さんはグループレッスンに興味がありますか日常会話のグループレッスンです。もし興味がある人は、私のサイト j a p a n e s e w i t h n o i c o c o m または インスタグラムからメッセージをください。準備ができた時に案内をお送りします。そしてプライベートレッスンは相変わらず相登記で教えています。こちらはおかげさまで今プライベートレッスンの方ですね。生徒さんがいっぱいになってしまいました。今現在は新しい生徒さんを受け付けていません。ウェイティングリストがあります。プライベートレッスンに興味がある方は相登記から またはインスタグラム、私のサイトから連絡してください。ウェイティングリストで、リストに載せますので、空きが出た時にご連絡します。はい。今年もやる気いっぱい、どんどん前に進んでいきましょう。去年よりも今年はきっと良い一年になりますよ。あ、もう一つ終わる前に予告です。次回のエピソードは、またまた特別ゲストの方との話です。 新春スペシャルゲスト特別企画カナダのバンクーバーに住んでいる日本語の先生ちかこさんと楽しい会話をしましたちかこさんも国際結婚しているんです国際結婚やバンクーバーでの生活についてたくさん話をしました長時間話したので長くなってしまったので数回に分けて流す予定です だから次のエピソードはその1回目。最初の部分を流しますのでお楽しみに。じゃあまたねー